です。2日目です。1日目は夜遅くに来るから今から街に繰り出そうと思います。はい、明日は食べるモーニング。エントランスをここに行くとクラクラバスストップがあります。人が来た。うん、でこっちまで回ってきてくれるのかな。誰か乗ってる？ライン2、オッケーオッケー、これに乗るんだ。うん、こんなもんなんだよ。うん、あ、硬いね。うん、
亀が出迎えてました。すごいよ。あ、見て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 、フルーツも変わった。あ、なんかこれもついてる。フルーツが変わった。これなんだろう。みかんから変わった。あ、本当だ、なんかクッションが増えた。クッションが増えたね。出ない。ロックバーです。ここからエレベーターがあるので今から乗ってきます。下まで行きます。トニーとって俺が引っかかると思うかった。すごいすごい、すごい、あっちも。アヤナリゾート&スパバリの中にあるロックバーはサンセットの時間に行くのがおすすめです。宿泊者でなくても行くことができます。バリ旅行 Vlog はもう少し続きます。ではまた次の動画でお会いしましょう。アヤナリゾート&スパです。これ普通のバリコーヒー、砂糖入ってない。バニラのコーヒー、バニラのコーヒー、モカチノ、コーヒーとチョコレート。今日の朝食です。